毎度秋吉です。埼玉県加須市の皆さん、腰が痛い肩が痛いとなったらここ行ってください。ボディケアサロンホープさん、はい、めちゃくちゃいいですよっていう話は、まあ、置いといて、暑くなってきたじゃないですか。最近そば食いたくないですか。そばね、暑くなってきたらそば。今日はお隣町の埼玉県久喜市まで来て、こちらのお店ラーそば黒船さんに来てみました。こちら肉そばがめちゃくちゃ美味しいということで、今日は食べに来てみました。楽しみです。肉そば行ってみましょう。レッツゴー。やってきました、ラーそば黒船さん。まずは食券の購入から、おすすめの冷たい肉そば麺大盛りを購入してみました。冷たい肉そばが出てくるまで、こちらの黒船流そばの食べ方というのを読んで待つことにします。なになに、ラー油を入れ軽く混ぜ食す。これってあれですかね、虎ノ門にあった港屋さんスタイルってことですかね。楽しみです。やってきました、こちらが冷たい肉そばでございます。漬け汁にはごまがたっぷり、お肉もどっさり、上には海苔がこんなにもかってぐらい乗ってます。美味しそうですね。では早速こちらの冷たい肉そばをいただいてみたいと思います。具がいっぱい乗ってるんでね、下のそばを引き上げるのが大変。はい、これぐらい引き上げたら、こちらのごまいっぱいの漬け汁につけていただいてみたいと思います。どれどれ、うわー、ごまの風味とそばの風味最高ですね。マッチングしてますよ、マッチング。そしてこの豚もどれどれ、あー、冷たく締められてますね、美味しい。そしてお次はこちらのラー油を入れて食べるのが黒船さんスタイルのようです。たっぷり入れてみたいと思います。はい、そしてこの漬け汁をよーく混ぜて、よーく混ぜて、はい、その漬け汁にまたこちらのそばを大盛りどっぷりつけていただいてみたいと思います。うわー、いい感じですね、このラー油の風味とそばの風味が合う。お次はこちらの、見えます、皆さん、生卵でございます。これをよーくかき混ぜて、これでもかってぐらいかき混ぜて、よーくかき混ぜて、こちらのおそばをつけていただくわけですが、どんな感じなんでしょうかね。早速食べてみたいと思います。どれどれ、あー、すごい、生卵の甘みとそばが合うんですね。これほんと美味しい、黒船さん最高です。はいはいはい、そばの締めと言ったらやっぱりこちら、そば湯でございます。これは欠かせませんよね。ラー油が入った漬け汁にこちらをたっぷり入れていただいてみたいと思います。ラー油の漬け汁にそば湯、どんな感じなんでしょうかね。はい、秋吉整いました。では行ってみたいと思います。ラー油そば湯どうなんでしょう。うわー、美味しい、これたまりませんね。はい、ということで来てみました、ラーそば黒船さん、埼玉県久喜市。肉そばうまかったですね。あの港屋さんスタイルですね。ラー油を入れて食べるそばということで、ラー油を食べた後は卵をつけて、今日ね、本当はね、あの揚げ玉とライスで最後お茶漬け風にっていう食べ方がおすすめだったんですけど、ライスが売り切れということで残念ながら食べることはできませんでしたが、次回来た時はチャレンジしてみたいと思います。埼玉県久喜市にあるラーそば黒船さん、今週もご視聴ありがとうございました。夏はそばだよ、みんなも食べきてね。 Thank you。 今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。